ポグロムとは、ロシア語で、破滅、破壊を意味する言葉である。特定の意味が派生する場合には、加害者の遺憾を問わず、ユダヤ人に対し行われる集団的迫害行為を言う。歴史的にこの語は、ユダヤ人に対して、自発的計画的に、広範囲にわたって行われる、暴力行為と同様な出来事について使われる。ポグロムは、標的とされた人々に対する、 物理的な暴力と殺戮を伴っている。13世紀の仮主の法令によって権利及び安全を主ラフター及びポーランド王の庇護のもとに保障されたことからユダヤ人はポーランドに集まり生活していた。1543年にプロテスタント運動の創始者の一人であるマルティンルターが著書ユダヤ人と彼らの嘘についてにおいてユダヤ人への激しい迫害及び暴力を理論化し、 熱心に提唱した。17世紀ウクライナコサックのフメルニツキーの乱で起こったポグロムはその犠牲者の数で最悪のものとなった。1795年の第三次ポーランド分割により、ポーランド・リトアニア共和国が完全に消滅して、その東部がロシアに併合された。もはや消滅したポーランド国家による被護を受けることができなくなった。 ポーランドやリトアニアのユダヤ人はハプスブルク家に庇護を求めたが、ウクライナ人、ベラルーシ人には裏切り行為と受け取られた。1819年、ドイツのビュルツブルグでポグロムが発生するとた叩く間に、ドイツ文化圏の全域に大規模な反ユダヤ暴動が広まった。1821年、ロシアのオデッサで勃発した。 19世紀後半になると、主に旧リトアニア公国の領域で、ウクライナ人、ベラルーシ人農民、コサックなどの一揆の際に、ユダヤ人が襲撃の巻き沿いとなった。1881年に、アレクサンドル2世が暗殺されると、ロシア各地で反ユダヤ主義のポグロムが起きた。このポグロムは、数年にわたって続き、主にユダヤ系の町人、商人などの仮想民が、被害にあった。 あとには、ロシア帝国をはじめ各国で、ユダヤ人殺戮のポグロムが盛んに行われた。1905年、ロシアのエカテリノスラフにおけるポグロムで犠牲になったユダヤ人の子供たち、帝政ロシア政府は、社会的な不満の解決をユダヤ人排斥主義に誘導したので助長されることになった。1903年から1906年にかけての度重なるユダヤ人襲撃は、 ユダヤ人の国外脱出の引き金となり、シオニズム運動を招くことになった。第二次世界大戦でもポーランド東北部の村落を中心にユダヤ人はソ連及び赤軍と密通しているとの疑いをかけられ、時にはポーランド人やウクライナ人などナチスドイツ支配下に置かれた民族によってポグロムが起こされている。その代表的なものに、イエドバブネ事件が挙げられ、 数百人のユダヤ教徒の村人たちが近隣のキリスト教徒に殺された。ユダヤ教徒の住民の一部は実際にソ連側と密通していたとされているが、罪のない住民も同様の疑いをかけられて巻き添えとなった。このような暴動を起こす人物は理性をなくしたヘベレケに酔っ払った農民だという者も,もいるが、実際には計画的、組織的に徹底して行われた。 中野京子、名画で読み解くロマノフ家十二の物語公文社、2014年、199ページ。ISBN 978から4から334038113。黒川地文、1881年のポグロム分析。一橋研究録、17から31、イディッシュのミグアオニシャ、ユダヤ人迫害史ありがとうございます。